はい、こんにちは、鍋です。前回、僕のアレンジをする前のベースの巻き方とかをちょっと軽く レクチャーさせていただいたんですけど、今日はそこから、基本編っていう形かな。でポニーテールのバランスの取り方とか、あとはちょっとしたアレンジのコツをお話しさせていただきたいと思います。では早速よろしくお願いします。じゃあ横を向いていただいて、でポニーテールとかするときは僕はこういうクリーム系のスタイリング剤を使うことが多いです。で、まあお客様モデルさんの髪質コンディションに合わせてこういったものを適量つけていくんですけど、最終的につけるスタイリング剤と違ってあくまでもこうアレンジをしやすくするためのベース作りの延長になりますね。で、ポニーテールなんですけど、まず最初にお話ししたいのがその骨格に合わせて、どういったイメージを作りたいかなんですけど、このポイントとして顎、それから耳で頭の形、そこに合わせて、イメージを決めていくんですけど、若いイメージだったりとかちょっと元気なイメージだったらポニーテールは高いポイントの方がいいと思います。でちょっと落ち着いた雰囲気とかになるんであればだんだん下げていくような形なので、その時にどういったところをポイントにするとバランスがよく見えるかっていうところなんですけど、まず高いところをする場合、このフェイスライン、顎から始まるフェイスラインと耳の一番高い点を通ったこの位置にポニーテールのベースを持ってきてあげるとバランスよくちょっと元気なイメージになるので、まずじゃあ最初それやってみましょう。でこれ僕、これシリコンゴムですね。割と切れないし使いやすいのと、あとは髪が絡まないので僕はこれを使うことが多いです。あとはヘアアレンジするときに、まとめるときブラシを使う方結構多いと思うんですけど、僕は後から手ぐし感だったりざっくり崩すことを想定してほとんどブラシとかを使わないでアレンジすることが多いですね。でざっくり集めていって、この時に少しだけ頭を上を向いてもらう。でよく下向いちゃったりしてるとポニーテールを結んだ後に襟足がすごいたわんでしまうこととかがあるので、ちょっと上を向いといてもらうと2つに割ってちょっとクッと、で今度縦に割ってクッと、でこれがまず1つ目のポイント であとはよくこう一束取ってこのゴムの周りを通してあげてカバーしたりとかやっていくんですけど、あとは崩し方をちょっと見せていきましょう。こうつまんでいくとき、この根元のゴムを押さえてちょっと根元から引き出すように。よくこれができないってお客様からご相談いただくんですけど、この引き出し方も大事なんですけど、ベースで巻いておくやり方とあとはスタイリング剤をちゃんと使うことがすごく崩し方の中ではポイントになってくるので、意外とそこを手を抜いてしまうと後で崩せない、ただのボサボサヘアになっちゃうっていうことがよくあるので、実はそこが重要なポイントだったりしますね。はい、じゃあ一つ目のポイントはこんな感じです。はい、ではこれであとはちょっと毛先を巻き直したりとかすることもあるんですけど、ちょっとこうつまんであげてボリュームを整えてあげて、これぐらいの感じですかね。であとはお客様とかモデルさんの好みとか、あとは
雰囲気に合わせてなんですけど、送り毛っていうのは残したり残さなかったり、その時の気分とか、ご相談でいいと思うの で最初に言ったように、ここフェイスライン、耳の高いところ、そこを通った延長線にこのポイントが来ることによって、ちょっと元気な感じの若い感じのイメージのポニーテールになります。じゃあ次にもう少しウェイトを下げたポニーテールでイメージがどう変わっていくのかっていうのをやってみましょう。じゃあここから、次は顎、それから耳たぶあたりを取ったミドルの位置に集めてやっていきます。でこの時遅れ毛もそうなんですけど、少し今時っぽい崩した雰囲気のアレンジっていうんであれば、ここ耳たぶ、あ、耳たぶじゃない、耳の上が少しかぶるような感じに残ってた方が今っぽいアレンジになるかなと思いますので、でこれはまあキュッと一つに結んだ状態なんですけど、ここからやっぱりここのバランスだったりとか、あとはここの毛流れが少し崩れてる方がいいと思うので、僕はこのトップから少しずつ崩していきます。でその時に崩しすぎちゃうとまた最初から結び直さなきゃいけないので、このゴムの根元のところを少し軽く押さえておくと崩れにくいかなと思うんで、でもちょこちょこやるっていうよりは意外と思い切って引っ張ってあげないと、その崩れた感じっていうのがバランスよく出てこないので、まあ難しいとは思うんですけど、これぐらいの感じかな。ちょっと一回ぐるっと回ってもらって、これぐらいの感じになると、顎、それから耳たぶを通った緑の位置と、まあ、少し先ほどよりは落ち着いた雰囲気も出るし、まあ、カジュアルな雰囲気も残しつつ、まあ、いろんなシーンに合わせて使えるかなっていうポニーテールになりますね。はい、じゃあここから最後下の位置、低い位置の一つ結びにちょっとやっていきましょう。で低い位置のポニーテールなんですけど、まあもう低い位置だからポニーテールって言わないかもしれないですけど、この襟足、三つ襟があると思うんですけど、そこからちょっと浮いちゃうと意外と変なバランスになったりするので、ちょうどそこの高さに来るような位置に持ってあげて、胃が浮かないようにっていうのかな、ちょっとくっつけるようにしてやってあげると、ギュッと根元に持っていくときにこう内側に持っていくようにするっていう、こっち側はキュッと刺したいんだけど、ここは今から崩していくところなので、そっちまでいかないようにちょっと内側に入れるように、でここからで先ほどのポニーテールよりもここに出てくる面が大きいので、崩していくのも結構重要になります。で高い位置のポニーテールの時は本当にこの辺だけだったんですけど、これは割と全体的に崩していかなきゃいけないので、でつまんで出す時もこう表面ばっかりやっていってしまうと奥行きがある崩し方にならないので、表面を避けてちょっと内側を引っ張ってみたりとか、そういうバランスを少しずつ見ながら、
で引っ張りすぎちゃったところとかは少し戻して微調整してあげる。これぐらいかな。でこれぐらいになると雰囲気的にちょっと落ち着いたお洋服とかも合いそうな感じなので、まあポイントとしてはこれぐらいの低めのスタイルの時は送り毛を残すなら残す、残さないなら残さないっていう風にメリハリつけてあげた方が、ちょっとボサボサヘアにも見えちゃうこともあるので、その辺は気をつけてあげるといいと思います。一応こんな感じで、簡単に基本編としてポニーテールのポイントを挙げてみたんですけど、いかがでしたでしょうか。皆さんもやってみてください。ありがとうございました。